ピント合ってる？あれ？なんか新しい iPhone の発表会があるらしい。ちょっと見てみよう。 I am thrilled to share with you the newest iPhone。 これは私が思っていた iPhone じゃない。ガトリングリボルバーじゃねえか。皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。いやー、発表されましたね、新しい iPhone 11 Pro Max。 いいね。ね、iPhone オタクとして買い替えるしかないでしょ。このデザインだったらちょっと私買い替えないかも。むしろもう Android でいいかな。多分この冒頭の映像だけ見ると私はアンチアップルっていう、ただそれしか皆に思われないと思うんで、最初にちゃんと説明しておきますと、私は iPhone 大好きです。むしろ今動画を見てくださってる視聴者さんよりもアップル愛はあったと思う。説明していこう、私の iPhone 愛遍歴。まず iPhone 好きが高じてソフトバンクショップで私は働きました。プラス今まで購入した iPhone は iPhone6S と iPhone7 と iPhone3G 以外は全て購入してます。あとちょっとこれは余談なんですけども、 iPhone ケースにかけた金額が総額130万円ぐらいっていう、まあそんぐらい。こちらがウェブで見つかった情報です。いや別に調べてないんだけど、そのぐらい私は iPhone にめちゃめちゃお金をかけてきたわけです。で、去年出た iPhone XS なんかで言うと、普通の iPhone XS 買いました。で、 iPhone XS Max を2台買ったでしょ。計3台なんですよ。いや、やばいでしょ。で、プラス Android の2台持ちなんですよね。もうちょっとよくわかんないな。まあそういう感じで iPhone XS を使いつつ Android の Galaxy を私は使ってます。 Galaxy もほぼほぼ制覇してるっていうぐらい、まあそういうスマートフォン結構好きなんですよ。そこでなぜ今回私が iPhone にテンションが下がってるかっていうと、デザイン。iPhone って結構ファッション感覚で持つ人って多くないですか？なんか芸能人の方とかモデルの方がこうやって鏡の反射越しにアップルのマーク輝かせながらおしゃれに撮ったり。昔結構あれ憧れるじゃないですか。若い子だったらもう特にそういう感じで持ってる子も少なからずいると思うんですよ。ただ、今回のこのね、デザイン見る限りだとカメラのこの、圧迫感。別に三眼しなくてもよかったんじゃないのっていう。なんか顔に見えるしって。まあ、それが私にとって一番ちょっとテンションが下がってるっていうか。機能はもうだって、どのスマホ買ったって、むしろもたつかせるのは逆に難しいぐらい今もうテクノロジーが進化してると思うんで、そんな大差ないような気がするから、もう最終的にはそのブランドが好きかとかデザインかっていうところに私はなってくると思うんですよね。なんか一周回って。カメラをスマホで使ったりとか、文章を記事で書いたりとか、もうスマホだけで動画を編集する人でなければ大差ないと思うんですよね、どのスマホ買ったって。一般の使用の用途って大体 Twitter、LINE、メール、あと YouTube の視聴とかそんなもんじゃないですか。 YouTuber の私でさえそんなもんしか使ってないんですよ。まあ強いて言うならカメラで動画撮ったりとか YouTube 用のね、って言ってもそれぐらいじゃん。なら、なんかスペックどうのこうのっていうのがもうむしろ逆に時代遅れなんじゃないかって私は思ってるんですよね。まあ、とりあえず話していきます。多分ここが大ネックだと思うんですよ。金額。これすごいですよね。iPhone 11 Pro、MAX の方じゃないですよ。11 Pro の 64GB。一番容量が少ないやつですね。税抜き106,800円。だからもう、その金額からじゃないと手に入んないってことなんですよ。税込みしたら11万超えちゃうでしょ。しかも、64GB っていう、128GB からスタートしろやーって私は思うんですけどね。で、11 Pro Max、もう Pro Max って言います。Pro Max は119,800円も、えって。だってこれ、税込みしたら13万円ぐらいでしょ。やばくない？って言っても iPhone 好きだったらね、もう買うんですけどね。別にそんな値段でさえ、もう自分がしばらくもう、ご飯食べなくてもいい。ただみんな多分 64GB は避けたいんじゃないかなって思います。だってもうデータの重さって年々もうアプリとかもめっちゃ重くなっていくじゃないですか。だからみんなが買うんだったらもう大半の人は256はもう2頃ですよね。2頃からスタートするとしたら、もう11 Pro の方は122,800円。税抜き。Pro Max は
13万5800円、もう14万超えでしょ。いや、ね、512ギガ、まあ、これは多分少数派でしょ。このギガ数はプロの普通の方は144,800円、プロマックスが157,000円。やばいでしょ、パソコン買えちゃうって。ただその金額払ってまで iPhone にこの、まあ、シンプルで、まあ、無難な機能で抑えているそれディスりになっちゃうな。でもそうじゃん、正直言ったら、まあ、それが好きなんですけどね。でもそれに16,7万払う、払いますかって出てきたのがこれですよ。スタンダードモデル iPhone 11。これ私いいなと思ったんですよ、今回。普段だったらもう一番いい、もう特上しか買わないっていう感じの私が、プロマックスいらねえなって。でも11欲しっちゃ欲しいなって。で、決め手が、まあ、値段もそうなんですよ。見てみます、値段。安いよ。もうね、頭がね、もう麻痺してると思うだけだけど。64GB、74,800円。税抜きです、全部。で、次、128GB かかるの。79,800円。まあ、約9万円ぐらいですよね。で、2頃が98,000円。で、512GB がないんですよ。まあ、別に、多分、まあ、2頃ぐらい買っとけばいいんじゃないかなと思うんですけども。だから、約10万円で2頃が手に入る。その価格差、プロマックスは135,800円、まあ、税込みすると14万、もう約45,000円ぐらい。ちょっと頭弱いんで計算できない。で、普通の11プロだと約税込み入れても3万円差。3万円で三眼カメラプラスステンレスボディを買うかっていうことですよね。3万円から4万円の金額を足して三眼カメラにしたいですかっていうことなんですよ。で、その肝心のカメラなんですけども、iPhone 11 Pro と Pro Max は同じなんですよね。超広角カメラと、広角カメラと望遠カメラ。で、私が一番使うのが、まあ、やっぱり動画撮りたいんで、超広角カメラ、もう必須。え、それだけでよくないみたいな。だって、11にもありますよ。11カメラが背面2つなんですけども、超広角カメラついてます。プラス広角。だから要は望遠カメラがないんですよ。遠いところのものを画質をそこまで下げずにズームができるっていう機能なんですよね。え、それ必要みたいな。だって近くに寄って撮ればいいじゃんっていうことだから、私的に3、4万出すみたいな。本来だったらもう iPhone オタクなんで、もうジョブズ様にお布施をしたいなって私は思うんですけども、さすがにガトリングリボルバーは買えねえなっていう、なんかあんまり好きじゃない。なんか武骨すぎて。なんかね、あれ欲しいっていうね、物欲が湧かないんだよな、自然と。基本スペック変わらない。まあ電池容量変わるけども。で、空張りも、むしろゴールドとか、まあああいうテカテカしてるのないですけども、今回新しく新色。パープルがあるんですよ。まあ、女の子だったらめっちゃ好きな色だと思う。私めっちゃ欲しいんですよ、あの色。だから、本当に、買うんだったらもう、プロマックスとかプロはもう買わずに、パープルだけ買おうかなと思ってる。あれ可愛いんですよね。あれめちゃめちゃいい。信者の私から見て、今回は、普通のスタンダードモデルのあの空張りがある11を買おうかなって思いました。ガトリングデザインは気が進まないんで、11を買いまーす。少しでも購入の参考になれば幸いです。参考になんねえか。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、ぜひフォローしてねー。あとバンドのチャンネルも画面の下に貼っておきますので、そちらもチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。これ見てください。これあれですよ。ロック画面ですよ。電源切ってるというか、もうここ本ボタン消して時間が表示されるんですよ。こういう細かい機能であったりとか、ここにスマホありますよね。こういう片手操作ができちゃうんですよ。これやばくない？こんなこともできちゃうんですよ。戻すときはこう。あとはその iPhone って戻るボタンが結構上とかにあるじゃないですか。この辺に、この辺、角上、左角上とか。でも、Android だと、この下のやつをヒュッてやれば戻るんですよ。ホーム画面の戻るボタンも真ん中にあるし、で、戻るボタンは、ここを押すと、ほい、戻ります。1画面戻ります。で、もう1枚戻る。戻るボタンが下にあるのめちゃめちゃ便利。iPhone の場合だったら、なんか、こうやって上に、あと上のステータスバーもこうやってやったりとか。これ便利ですよね。こうやってやったりとか。これ、ギャラクシーなんですけども、画面内指紋認証があるんで、ここを触ると、ロック解除ができます。顔認証もあるんですけどね。もうほんと同じ速度ぐらいです、iPhone と。ヒュッて向けるともうロックが解除されてます。ほら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 。こうやって回転してくるんですよ。色がビヤーって。
なんかそういう細かいところのなんか気配りが Android にはめちゃめちゃなんか行き渡ってるんで、まあそこが Android の良さっていうか、まあ特に私は Galaxy が好きなんですよ。もう本当に機能てんこ盛りっていうか、買っとけば間違いないっていうのが